Love is love. Adios. 全然軽くならなかった。はい、おはようございます。宮里リッパーです。本日も動画ご視聴いただきありがとうございます。今日ですね、石川県は白山に山登りに来ていますと。で、今はですね、この別島出会い登山口から今日登りたいと思います。今日は1泊2日の行程で避難小屋に1泊して、明日頂上を目指したいと思います。それじゃあ行ってきます。ご覧のスポンサーの提供でお送りします。はい、ちょっと遅めの12時半出発です。避難小屋まで3時間ぐらいなんで、まあ、遅めの出発にしました。どうぞ行きたいと思います。登り始めは綺麗に整備されてるんですけど、かなり角度が急できついです。よいしょ。はい、登り始めて1時間半、うん、まだ樹林帯があるんですね。あ、なんか見えるね。はい、登り始めて2時間、ちょっと開けたとこに出ました。あれ、なんか小屋っぽいの見えんな。あそこか、今日は。はい、登り始めて3時間、そろそろ避難小屋に着くと思います。疲れたね。うん、じゃあ、おお、見えた見えた。避難小屋見えた。あ、本当だ。よいしょ。
今日の晩ご飯なんすか。今日はわかめご飯です。わかめご飯、うん、2人分。あ、ちょっとこれわかめご飯、まあ、はい、おはようございます。時刻は朝の4時でございます。これから、準備して出発したいと思います。よく眠れましたか。うん、寝れない。ダメ。うん、寝ないです。ダメでしたか。うん、ダメでした。ダメ。もう見えねえな、これ、うん、ガスってる、うん、なんとですね、今まで動画撮ってきたつもりだったんですけど、なんと昨日のタイムラプスのままの設定で回してたということで、ここまで全部写真でした。これから、室戸から頂上にね、迎えて出発したいと思います。頂上登って、これからね、元もあった南郷山で行きたいと思います。南郷山で1時間ぐらい、うん、じゃあ気をつけていきましょう。はい、室戸を出て避難小屋でちょっと休憩して中半場に到着しました。外はまだ大雨、下に降れば来るほど大雨です。中半場から別途出会いまで40分ぐらいですね、うん、気をつけて降りたいと思います。はい、無事行きのね、吊り橋まで来ました。もうびちょびちょです。早く駐車場に着きたいですね。よし、最後気抜かないで歩きます。無事下山しました。よし、車戻りましょう。
Thank you.